2020年11月18日、3食目はラーメン人力車に来ました。無課長自家製麺のお店となっておりまして、営業時間はこのようになっております。基本月曜日がお休みでございます。特徴としましては、煮干し、エビ、ハマグリ、その他限定など無課長自家製麺、のお店となっております。場所はこちらでありますね。ちょっと盛岡からちょっとだけ離れております。はい、それではラーメン人力車でございます。1月以来の訪問でありますね。ラーメン人力車、こだわりは多岐にわたり化学調味料不使用自家製麺、そして、水もパイウォーター浄水器で出汁を引いております。本日の目的は数量限定最強煮干しそばであります。過去に、エビそば、背脂煮干しそば、コクうま煮干しそばでしたかね、その3食食べております。はい、醤油にもこだわりがありまして、雫石の宮田醤油店の醤油を使っております。はい、それで卓上調味料は左からラー油、煮干す、ブラックペッパーであります。はい、それでは最強煮干しそばでございます。はい、まずスープはセメント色というよりかなり濃いめの焦げ茶色のスープです。はい、具はロゼカラーの豚肩ロース肉、真空低温調理チャーシュー、鶏むね肉の真空低温調理チャーシューが1枚ずつ、そして、枕木メンマが2本と輪切りの白ネギ、刻んだアーリーレット、その上に貝割れと海苔が1枚添えられております。そして、丼の縁にですね、コチュジャンが添えられております。このコチュジャンはスープに溶かさずに麺につけていただいてくださいとのことです。それでこちらの無課長スープでありますが、鶏ガラのチンタンスープにセグロ、白口、ウルメなどの煮干しを大量に強火で炊き込み炊き上げ、さらにそこに昆布だしを投入しているようであります。そこに合わせる醤油だれ、返しはですね、岩手県雫石町、宮田醤油店の丸大豆醤油に国産の大豆を使った杉だる仕込み醤油などをブレンドしているようでございます。で、数種類の醤油を使用しているようでございます。仕上げ油はですね、煮干し油のようであります。簡単に言ってしまえば動物系仕様、動物系がベースのセメント系煮干しでありますね。最強煮干しそば、見た目的には粘度高そうなんですが、スープをすくってみる、レンゲですくってみますと粘度は低めでさらっとしております。しかし濃度は非常に高そうで、めちゃくちゃめちゃくちゃ美味しそうです。煮干しの香りが半端じゃないです。それでいただきますと、来てます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 来ましたか。見た目的には強烈なしょっぱさをイメージしそうですが、しょっぱいのはしょっぱいんですけれども、個人的には程よい塩分であります。セメント系煮干しの割には程よい塩分という感じです。まず醤油と大量の煮干しから出た塩分が相乗し、この塩分の後に煮干しの軽い苦味とえぐみが押し寄せます。さらに煮干しのうまみ、昆布のうまみが到来してきます。動物系の鶏チンタン、鶏ガラのチンタンをベースに醤油と煮干しがドッキングした混ざり合わさった濃い味わいが非常に癖になりますね。煮干し感強めで醤油と煮干しのうまみが一体化、さらに昆布のうまみが加わり、煮干しの軽い苦みがずっと余韻するスープ。鶏白湯ではなく、鶏チンタンがベースの粘度低めのさらっとしたスープだけにドロドロとした重みや濃厚さがないのも特徴であります。はい、そして麺をすすってみたいと思います。いやー、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃな美味しさです。
麺は岩手県産の強力粉雪地から 100% 使用の自家製麺、切りは24番手の極細、加水率 34% の、中加水の極細ストレート麺、断面は角になっておりました。固めの茹で揚げとのことですが、いわゆるあのパツパツの食感というよりもですね、その固めの感じはしないんですね。歯切れの良い食感ですね。固めの茹で揚げということは茹で時間が麺のスペックよりも短めということなんでしょうけども、加水率 34% で茹で時間短めとなれば、あのツルツルとしたすすり感は生まれない感じだと思うんですけども、不思議なことにすすり心地が非常にツル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 しております。多分熟成ということかと思われます。熟成によって、水と小麦がきちんと結合しているがゆえに、水分感が多めのすすり心地な感じだと思います。加水率よりも水分率が多めのすすり心地、ツル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 、そして歯切れの良い食感、スープを広いまくりまくりスティです。そしてこちらのコチュジャンをですね、麺につけていただいてみますとですね、こちら、なるほど、スープに溶かさない方がいいですね。甘辛な味変化をコク深く生んでおり、すごく絶妙な発想ですね。このコチュジャンを麺につけていただくということで、そしてこちらの枕木メンマをいただいてみたいと思います。太さの割に硬そうですが、全く逆でめちゃくちゃ柔らかい食感ですね。なんかもう一つ一つが非常に丁寧ですね。で、そして、貝割れアーリーレッド、輪切りの白ネギを混ぜ合わせて、麺をすすってみたいと思います。すすりまくってみたいと思います。まくりまくりスティーです。めちゃくちゃうまいです。で、そして麺をすすり上げますとですね、このアーリーレッドの玉ねぎの香り、貝割れのシャキシャキ食感、刻み玉ねぎの風味、食感が相まって、麺のすすりに相まって、もうあの香り高いと言いますか、風味がもうあの煮干しがこうあの突き上げてるんですけど、全てを煮干しが突き上げているんですけども、すりこちでございます。そして、海苔をですね、麺に絡めてすすってみたいと思います。香り高い磯の香りが味変化を生んでおります。見事です、見事です。全てが見事であります。ただのセメント系にあらずであります。セメント系というジャンルにくくられながらも、ラーメン人力車のあの店主さんの丁寧な仕事が非常に光っていますね。なので、あの凶暴、最も凶暴というよりもめちゃくちゃ美味しいセメント系煮干しです。動物系がベースの煮干しの一杯の感じであります。それでは、低温調理の鶏胸肉チャーシューでございます。鶏胸肉、真空低温調理チャーシューはやや厚めで柔らかくしっとりとした食感、ブラックペッパーのスパイス感がほのかに感じられる、丁寧な仕事をしております。丁寧な仕事の、鶏胸で、ございますね。正直ですね、あのこのセメント系煮干しというジャンルにおいて、この麺とスープの組み合わせ感が初めての感じであります。鶏ベースに、昆布を合わせる、セメント系煮干しというのは、まあどこでもあるんですけれども、この自家製麺が光っているところが非常に独特です。切り刃24の極細に、加水34で固めに茹で上げられてるということなんですけども、熟成ゆえに、水分が非常に高めの
すすり心地、つる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 としたすすり心地に歯切れの良い食感、その歯切れの良さの後に余韻として小麦が香ってくる、小麦がベースになり、煮干し感を抜群に持ち上げるすすり心地、麺とスープが一体感を示しております。珍しいです。セメント系煮干しで麺とスープの一体感を感じるの珍しいです。初めて食べた感覚です。最強、最も凶暴な煮干しそばというよりも非常にですね、初めての感覚のセメント系ジャンルの、煮干しそばであります。まあ、あの鶏ベース、豚骨ベースとかありまして、で煮干しを引き立てるために濃い、セメント感を引き立たせるために、セメント系煮干しっていうのはたくさんありますね。昆布なども幅を広げるためにありますけれども、この麺とスープの組み合わせが独特なんですね。ラーメン人力車の最強煮干し、セメント系煮干し、そして、こちらの、豚肩ロース肉の真空低温調理チャーシューであります。ロゼカラーの豚肩ロース肉チャーシュー、こちらは塩コショウで味付けをし、真空低温調理した後、醤油とみりんで味付けしているとの情報であります。いやー、もうめちゃくちゃうまいんですね。柔らかく口に含むと、ローストした香ばしさ、肉のうまみ、タレのうまみなどがジューシー、ジューシー、ジューシーな肉汁に混ざり合う、実によくできたチャーシューでございます。めちゃくちゃ美味しい、低温調理肩ロース肉チャーシューでございます。いやー、見事です、見事です。見事なセメント系煮干しであります。この鶏ベースのですね、鶏ガラチンタンベースのセグロなどがメインとなった、えぐ煮が余韻広がる、煮干しスープ、そして煮干しの旨味と昆布の旨味も感じられる。昆布の旨味が苦エグを絶妙にマスキングする、スープとしては、セメント系ジャンルの割には、結構上品な感じなんですけども、そこに合わせる麺が非常に独特です。独特で、ツルツルとして、歯切れの良い食感、そしてこちら煮干し酢を最後にですね、スープに投入していただいてみたいと思います。ボスの酸味がもう絶妙な味変化を生んでおりますね。凶暴で野蛮というよりも、めちゃくちゃ美味しい、セメント系煮干し、動物系ベースの昆布の旨味で幅を利かせたセグロの苦味、えぐみも、広がる、苦味えぐみもセグロの苦味えぐみも広がる、セメント系煮干し、見事であります。麺とスープの組み合わせがやはり自家製麺にしてるからなんですかね、見事であります。非常に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 美味しくいただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。セメント系煮干し好きならば、お好きならば、ぜひおすすめの一杯であります。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。それで、次回は11月19日、こちらの一杯をいただきました。